皆様こんばんは、キズナ長崎です。今日はピヨピヨ軍団代表黄色の、テレボーと言います。で、ピンクのピヨピヨピシちゃんです。くーちゃん、初物バイスイカよいしょ、3カットっていうか3切れで198円やった。よいしょ。こちらカンパチかと思ったんですけど、これヒラスですね。そしてこのサーモンのトロのところですね。レオくんスペシャルでアサリの蒸し焼きに、昨日手羽先余りましたんで野菜炒めてちょっと辛めにしました。ちょっとなめたっていうか、食べたな。煮込むことで激辛になってました。で、これは鶏の白レバーです。めったにないです。よいしょ。レモンをグッと絞って、さ、今日はですね、さっぱりいただきたいと思います。よいしょ。今日は、キリンのクラシックラガーさん、最も瓶ビールの昔のビールに近いキリンさんと、アサヒのスーパーリッチというわけでございまして、いただきます。350はもうあっという間に飲んでしまうんですね、今の時期。まあ、ジョッキに入れるからか。そうなんだけど、ジョッキに入れたらうまかったですもんね。早速いただきたいと思います。長崎のヒラスです。油がすごいな。いただきます。うん、ヒラスは結構全国的には有名じゃないみたいですね。知らない人は知らないって結構聞きます。ハマチとブリの形と同じで、ちょっと細めで黄色いラインが体にスーッと顔から 入ってます。で、まあどちらかっていう白身ですね。脂がすごく乗ってます。トロトロサーモンもうまい。アサリはですね、旬は、5月ゴールデンウィークから6月にかけてですけれども、まだまだ身は小ぶりですけれども、こんな感じでレモンでさっぱりいただきます。今日のスポットライトは、よいしょ、久しぶりやね、黄色のピヨピヨとピンクのピヨピヨ、テルボーくんとピチちゃんです。最近ね、暑い時はもうろれつが回らんことになったりする時があるとですけど、ヒロシです。よいしょ。